こんにちは、速稼塾の久保です。皆さん FX 続いてますか？速稼塾に関わりを持つと FX ってものが妙にね意識されることになると思います。もともと速稼塾には FX のカリキュラムはなかったんですけども、3年前に私が2017年にね与田翼さんの GWBS ってのに60万円を払って参加した時から、私は FX の相場解説を始めました。当然ですけども最初の1年って全然ダメでしたね。頭の中空っぽでしたから全然勝てなかったのも当然です。まあなんせねロウソク足の読み方なんて分かんなかったんですよ。勝てるわけないですよね。でその時は与沢さんがリアルタイムでライブ中継を FX してくれたんで、その時にまあね相乗りして勝ったりなんだりしてたんですけども、与沢さんが常々言ったのは私がいなくても勝てるようにならなくちゃダメですよってことなんですよ。確かにそうだなと思いながらね、1年間毎日2時間とか3時間、土日も復習のために2時間3時間相場のことをやっていました。でそこで私が思いついたのは、まずは FX に暗記があるなってことなんですよ。で暗記っていうのは誰でもできるんで、センスとか関係ないんで、ただやるだけですからね。バシッと隅から隅まで暗記しました。で次のフェーズっていうのは、いよいよパソコンに MT4 を入れて開いて、そのデモトレードなり少額トレードをするってことだったんですよ。だからそれまでテキストを見るだけでいいんですよね。なぜかね FX 始めるぞっていきなり口座解説するんですけども、いや何にも頭に入ってない状態でチャート見てもしょうがないよと、そういう人は全員カモだよって話になるんですよ。お金を置いて去っていくだけの存在ですよね。勝てないんですよ、そんなのじゃ。少なくとも FX で勝ってる人って専門用語に答えられないこととか、フォーメーションが読めないとかってないですからね。でそういう人の中に自分一人飛び込んでいって何も分かりませんって人が勝てないっていうことなんですよ。会社勤めだったらね、できない人を助けてくれる優しい先輩社員とかいる甘い世界なんでしょうけども、 FX の世界は誰も教えてくれないです。で FX 教えてあげますよっていう風にして FX 塾とかやってる人はお金は取るし FX のことは教えられないしって感じでダブルパンチですよ。だからね慎重になった方がいいと思いますね、そこは。で FX なんですけども、 FX をこれから始めるよっていう人はね数限りなくいます。で私と同じように FX の相場解説を動画で上げてくる方もねいます。でも今はやってないんですよね。やってたにしてもたまに乗ってるんですよ。いや勝てないですよ。それではFX の世界で勝負しようと思ったら私みたいな人間がいることもねもう覚悟しないといけないんですよ。しかもうようよいますよ。で私以上のレベルの人なんてまだまだいますからね。もうお分かりだと思いますけども、その中に気が向いた時だけちょっとするみたいなね。で専門用語とかチャートの読み方もいまいちできてない人が入ってきて勝てるような世界じゃないですよ。まずはそういう人は私に勝てないんですよ。もっとプロみたいな人がいる中でね、そんな人に当たらなくても私に勝てないです。で FX の世界っていうのは相対取引と考えてもいいと思います。というのが FX をやる、例えばあなたがいますよね。あなたがどっちに FX の、 勝ちか負けに張るわけですよ。値上がりか値下がりに。そしてその同じところで反対側に私も同じことをやってますからね。ですからどっちが勝つかしかないんですよ。もちろんね一緒に勝てれば言うことないんですけども、大抵の場合は本当に失礼ながらね、私が勝ってるってことは多分多くのたまに FX に意識を向ける方がやられてるってことなんですよね。っていうのがいつも勝ってたらずっとやるわけですよ。他のことを一心不乱にやめて、だってやれば勝てるんだもん。お金が増えるし楽しいから、チャートの読み方が分かるから。でもたまにしか来ない人って結局儲からないからたまにしか来ないんですよね。で塾で FX の塾とかで、なんかレポートを上げろって言われてるけどレポート上がんない人もいますよね。それはやっぱりサボってるのか他のことが忙しくてできないのか、もう FX に関心を失ったのかみたいな感じですよね。そんなことではダメですよ。 FX って一瞬たりともFX に対する夢が覚めないぐらいの気持ちに自分でグレードアップしていかないと、ほっといたらね、やれ美味しいご飯だとか、やれ自粛だとか、やれ家族だとかっていろんなノイズが気になって FX のことなんて一日中頭から抜けてるわけなんですよ。私は朝起きて夜寝るまでずっと FX のこと意識してますからね。それはたまにしか意識してない人には負けないですよ。だからここをね冷たい現実として捉えて、せっかく最初にね FX で身を立てるんだっていうふうに始めたわけじゃないですか。
で、なんか3ヶ月とかね、半年経ったら、もうね、あ、そんなこともあったね、みたいな感じになってるんですよ。他人事みたいに。あのね、FX に出会えた時にもう価値が確定してると思わないといけないんですよ。だって FX ができる環境にいなくって、あの、自分の意にそぐわない仕事をやらざるを得ない人もいるわけじゃないですか。で、一生働くのが前提で生きてる人もいるわけじゃないですか。で、FX が、ね、できない環境とか、FX ができない国とかね、そういうことが日本にいたらないわけなんで、こんなにね、誰でもが短期間でお金の心配がなくなるところに行ける方法として一番シンプルなのは FX です。ビジネスってのは結局誰かに物を売らないといけないんですよね。で、それができないわけなんですよ、多くの方は。なぜか私はへっちゃらでできるんですけども、だからビジネスマン向けなんでしょうね、きっとね。でもビジネスに向いてない人ってそもそも目の前の人に物を売ることができないんですよ。セールスするのがね、すごく気が引けるというか、悪いような気がするんでしょうね、きっと。でもね、セールスってすごく大事で、世の中に物を売ってくれる人がいなかったら全員餓死ですよ。そう思いませんか。どんな人も誰も物を売るのが悪いと思って物を売らなかったら買えないわけですよね。ね、困るじゃないですか、うん、だからそういうことを考えていくと、私たちはビジネスにね、もっともっと真剣に取り組んでいかないといけないですし、で、FX ってものも確かに可能性はあるんですよ。で、学歴とか年齢とか関係なく、うん、資金の問題解決できるんですよ。まあ、でもね、一生分のお金をもたらしてくるかもしれないこの FX って市場に来るんだったら、それこそ自分の一生をかけてね、トライしないと、暇な時だけやるみたいな片手間だったら絶対ね、勝てないんですよ。私みたいにねちっこくやってる人間いますからね。だから勝てないと思いますよ。だからもう極端になるぐらい極端にね、成功するまでは極端にいかないといけないんですよ。家族とも口を聞かないとかね、子供たちとももう全然遊ばないとか、で、会社のことも全然言うこと聞かない。 FX 成功すれば全てが肯定されるんですよ。でも中途半端に FX やりながら家庭とかね、子供とか会社とかやってると、うまくいかなくなった時に、だから FX やめときゃよかったんだっていうふうに FX 全体が悪者になって、ひいては私たち勝っていてきちんと自分の暮らしを成り立たせてトレーダーとかもね、まあ、妙な思いをするわけですから、で、そこまで考えなくてもいいけども、せっかくね、自分で選んで FX の世界入ってきたわけですから、勝つための行動をしてもらいたいなと思うんですよ。最終的に勝てないかもしれないですけどね、全員が真面目にやれば勝てるってもんでもないですから。ですから最初は暗記をすると、次はシミュレーションのためにデモ講座をやる、もしくは少額でやると、そして大きな金額をかけるべくそのマインドセット作らないと、ロットを増やしてエントリーするのってもうすごい怖いですよ、まともな神経してたらね。だからやっぱり精神も鍛えていかないと大きなエントリーができずに、いつまでだっても 0.01 とかね、 0.02 とかなっちゃうんですよ。そんなものではね、全然かなわないですからね。やっぱり自分の欲しい金額を設定して、それをゲットするためにはどのぐらいのロットでどのぐらいの取引回数をやって、どのぐらいの、損失を出しても OK なのか許容範囲なのかってことをきちんと自分で考えてからやらないといけないと思いますね。ということで FX の話でした。